AC コブラのエンブレム AC コブラは1960年代を中心に製造されたイギリス及びアメリカ合衆国のスポーツカーである。1950年代まで AC カーズは他の多くのイギリス中小自動車メーカーと同様他社製エンジンを取り入れていた。AC エースなどのエンジンはブリストルカーズから供給された直列6気筒だがこれは もともと第二次世界大戦前に BMW が設計したものであった。ボディは鉄製のフレームにアルミニウムのハンドメイドである。1961年、ブリストルはエンジンの生産を中止。そして、クライスラー製の313イン V8 エンジンの採用を決めた。この事態を受けて AC カーズは経営難に陥った。その後、AC は フォードモーター製セファーの 2.6L 自家6エンジンを採用。同年9月、アメリカ人レーサーのキャロル・シェルビーは V8 エンジンを搭載した車の製作を同社に提案。シェルビー自身がエンジンを調達することを条件として合意が成立した。シボレーは同社のコルベットの対抗車種になりうるという懸念からエンジン提供を断ったが、フォードから 最新のウィンザーエンジンの供給を受けられることになった。1962年1月、AC カーズのメカニックであるテムズ・リットンは221インフォード V8 エンジンを搭載した試作車、車種ナンバー CSX0001 を製作。同年2月2日、同試作車の走行テストを終えた後、エンジンとトランスミッションを取り外し、車種のみをロサンゼルスのシェルビーの下に空輸。 彼のチームは8時間足らずでエンジンを取り付け、早速ロードテストを開始した。AC カーズ自体も V8 新型車を生産ラインに乗せることはフォード 2.6L ゼファーエンジン採用の経験と現行型 AC エースのフロントエンドの拡張のみという点から比較的多いであった。それよりも重点的な改良が必要だったのは強大な出力に耐えうるリアデフで 旧式の ENV ユニットに代わり、ソールズベリー4フーユニットを選択、同時にインボードディスクブレーキを一体化し、バネした重量の軽量化をも図った。しかし、量産モデルでは、コスト削減の目的から、一般的なアウトボードタイプになっている。ACS2.6 から第1号コブラへのフロントエンドの改良は、幅の広い V8 エンジンとの干渉を避けるために、 外側に移動されたステアリングギアボックスのみに留まった。初期型である75コブラマーク I は260インエンジンを搭載。51マーク I モデルにはウィンザーフォードエンジンの289イン V8 が乗せられた。1962年末 AC カーズのチーフエンジニアランターナーはフロントエンドのデザインの最終決定を下し、前後ともにアッパーが 横置きリーフスプリング、ドアが、ウィッシュボーンの四輪独立サスペンションを引き続き、使用しつつ、ラックピニオン式のステアリングギアボックスを、流用した。初期型は1963年明けに、本格的生産体制に乗るとともに、次期型の MK2 のデザインもスタートした。MK2 のステアリングラックは、MGB の流用、ステアリングコラムも、 フォルクスワーゲンビートルにも採用されていた新型のものを流用した。528マーク2コブラは1965年夏より生産された。1963年、シェルビーはコブラ MK2 にフォード FE エンジンを搭載してレースに挑んだものの、ドライバーのンマイルズはコントロールすることができず、同社をザタードと罵しった。これを機に、 さらなる巨大出力に耐えうる新しい車種を求めて MK3 の開発が始まった。新型の M3 はフォードの協力で開発が進められた。フレームを構成する2本のメインチューブ系を3インチから4インチに、太くし、前後にコイルスプリングによるダブルウィッシュボーン式サスペンションを採用するなど、車種は近代化された。同時にエクステリアデザインも変更され、 大きく膨らんだ前後フェンダーとラジエーターが除く大開口のグリールレスエアインテークのフロントエンドとされた。この結果、ホイールベースは 2286mm のまま、全幅は 175mm 拡大された。排気量427イン、最高出力425馬力の フォード FE エンジンを搭載したスタンダードモデルは最高速度が時速 262km で485馬力エンジンを搭載したコンペティションモデルは時速 290km に達した。1964年10月に2台の試作車が未塗装のローリング車種のみでアメリカに輸送され、エンジンなどはシェルビーの下で組み上げられ、完成された。 AC コブラのエンジン1965年1月1日に MK3 の生産が始まった。MK3 は強い印象を与えるモデルではあったがセールスの面ではあまり振るわず AC カーズの経営は良い状態とは言えなかった。コスト削減から多くの MK3 は一般道で使用するニーズに応え、 スモールボアロングストロークでより低価格のフォード428インエンジンが搭載された。コンペティションモデルを含め1965年から1966年にかけてアメリカのシェルビーの下に約300台の MK3 が輸出されたとみられる。小ぶりなフェンダーの AC289 は主にヨーロッパ市場で販売された。不運なことに マーク3の FIA ホモロゲーション取得が1965年のレースシーズンに間に合わず、シェルビーチームによる参戦は叶わなかった。しかし市販されたコンペティションモデルは1970年代に入っても数多くのプライベーターを勝利に導き圧倒的な強さを誇った。31台あった売れ残りのコンペティションモデルは一般行動向けにデチューンされ、 ストリート用のフロントウィンドシールドが取り付けられており SC と呼ばれている。これらは世界で最も希少価値のある自動車として有名で、現在では市場で1億5000万円程度の値段が付けられたこともある。AC コブラ427コブラのレーシングキャリアにおいてはシェルビーが打倒コルベットを掲げた。イギリスの行動に速度制限が設けられたのは コブラのせいと言われるほどで、1964年には、ルマン24時間レースを控えた、レーシングドライバージャックシアーズとピーター・ボルトンのテスト走行で、イギリスの幹線高速道路 M1 モーターウェイにて、時速2 9 8キロメートルを叩き出している。レースでは、輝かしい成績が残せたものの、 AC カーズの事業体としての経営は悪化しており、1967年にはフォードとシェルビーともに、イギリスから同社製の自動車輸入を止めるはめになってしまった。AC カーズはそれでも、なおフォード289エンジンを積んだ、コイルスプリングのロードスターである AC289 の生産を続け、1969年末までヨーロッパ市場で販売していた。このモデルは、 あとの1982年に MK3 をベースとしたフォード製点0 l v 8エンジンにボルグワーナーティゴトランスミッションを積んでオートクラフトマキ部として再発売された。AC カーズはまた1973年まで AC フルアを発売。同社の販売が落ち込むとともに生産数も当然減り、ついには1970年代後半に倒産した。同社の商標は オートクラフトに譲渡され、彼らは AC289 の後継者として MK4 の生産を行った。その直後シェルビーは AC カーズとオートクラフトをロサンゼルス地方裁判所に提訴した。この裁判の結果、コブラの商標権はシェルビーのものとなった。シェルビーモータースは現在もシェルビーコブラとして FIA289 や 427S。 ななど様々なバリュエーションで、でラススベガス工場で生産している。2006年には、シェルビー自身が所有していたシェルビーコブラがアリゾナ州でオークションにかけられ実に280万ポンドの値段が付けられた。また現在も日本ではシェルビージャパンによって日本でも販売されている。価格は1880万。デートナクユペルマン24時間レースで使用される。 サルトサーキットにおいてのトップスピードの向上を図るため AC シェルビー MK2 をベースにしたクーペの開発が行われた。その中で最も有名なものはシェルビーデートナコブラクーペで6台が製作されフェラーリやポルシェなどのライバルを上回る大きな成功を収めた。また AC カーズはルマイクーペ、ジャウィレーシングチームはウィルメントコブラクーペを同様の手法により 制作、実践にも投入されたが、デート名のような成功を得ることはなかった。これらの車両は、世界中のコレクターのもとに保管されている。AC コブラのインテリア1980年代、後半、キャロル・シェルビーと彼を取り巻く企業は、シェルビー認可付きオリジナル AC ボディ呼びシェルビーコブラシリーズを制作するコンセプトカンティーションカーズを立ち上げた。当初、 カンティンションカーズが望んだ車種は CSX4000 シリーズとして知られる 427SC モデルであった。これは1960年代シリアルナンバー CSX3560 あたりをメドに生産を中止した 427SC の復刻が望まれていたことになる。SCX4000 シリーズはシェルビーが個人的に保有していたスペアのパーツを寄せ集め、 新品を組み合わせての製作となった。ヴィンテージパーツと化した同モデルの部品の供給は非常に薄かったため、フレームは新品を製作し、ボディパネルは様々な場所から集められた。CSX4001 から CSX4999 までの約1000台を製作するのにおよそ20年の歳月を費やし、その中で新たなビジネスも展開していった。 260スラブサイドストリートカーマーク I260 から289、マーク2289、ザ・ FILS カーズ、ザ・マーク3427、などの車種は、カンティンションとして、現在も市場に出回っている。2009年には CSX4999 が完成し、シリアルナンバー4000シリーズの終幕を迎え、今後は6000シリーズの制作。 販売が進行中である。6000シリーズでは、コイルオーバーサスペンションに改良が加えられる予定で、289、FIA のリーフスプリング付きレースモデルは、CSX7000、オリジナルのスラブサイドリーフ、スプリングストリートカーは、CSX8000 シリーズになる。これらの新型車種は、基本的に、ガラス繊維製のボーンを使用しているが、稀に顧客のカスタム使用用として、 アルミニウムやカーボンファイバーが使用される場合がある。ありがとうございます。